ヘイン寺大蔵教版殿は、大韓民国南部の継承南道高専文、茅面にあるユネスコの世界遺産。ヘイン寺は、白木時代の僧侶儀昌が802年、茅山山中に混流したとされる。ヘインというのは三度叩けば願う品物が出る竜王の印を意味する。昔にこの寺に保管されていたと伝わる。高麗時代に元に攻め込まれたのをはじめ、何度か火災に見舞われる。 現在の本殿は1817年に再建されたものである。高来八万大蔵経版があるところなので、宝宝寺説と呼ばれる。主な建築物大蛇光院仏教の経典の創集高来八万大蔵経は現存する大倉行でも最高のものと言われている。モンゴルからの信仰の危機にあったコマが国家繁栄を願い1236年に、 反議政策に着手。15年の歳月をかけ1251年、当時の都のあった高架等で完成した。1398年に反議はヘインに移された。2004年現在、ヘインジの板殿に収められている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。